深呼吸の進め、湿度も高くなっております。ガンバレルーヤ、まひるみ、よしこ、本日もフライデンナイト参ります。
楽しくコード層で弾けると幅も広がります。それでは後ほどね。だるまさんが転んだ。赤巻き髪、黄巻き髪、緑巻き髪、カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、トラがおっとら、猫が寝転んだ。尻が重いというのはなかなか行動に移そうとしない人を例えます。尻が重い、なかなか自分で動こうとしない、行動に移さない人を尻が重いと言います。尻が軽いのはいけませぬ。猫に小判、猫にかつぶし、キツネは油揚げ、あり、馬に人気、ウキキウキキウキキキ、アイ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 、おせるさんだね、アイ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 、みんなみんなおしまい、アイ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 、しんいっぱいのなない、アイ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 、おせるさんだね。はい、おさるさんの好物はバガナナッツ。うさぎの好物はキャベツ。子供たちも本来遊ぶことが大好きです。ゲーム感覚でソルフェージュ。3匹の子豚、レンガにわら、キムイ、さてどの子豚が狼に食べられなくて済んだかな。答えは皆さんよくご存知、レンガピンポン。それではね、さようなら。交通安全に皆さんも備品や人は大切に。子供たちもかゆい、しゃっくりが出る、引く引くとなれば水を一気飲み。背中がかゆい時もあれば水筒を持参する季節になりました。それではまたね。さようなら。